わったのかな。なんだろうね。それも含めて楽しみにしていてください皆さん。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。うん。そう、メンバーのね、私は出ないので参加はしてないんですけど、今日明日の方々がリハーサルをしていたような感じの SNS の投稿を見ました。ニコラスさんハートありがとうございます。ネコキャット様たくさんハートありがとうございます。ヒカリンさんかわいいありがとうございます。そう、なんか私もそのリハーサルの映像とかをいただくわけですね。それを見てやっぱり違うじゃないですか。改めて見るとすごくなんかもう始まるんだなっていう実感が湧いてきてすごく楽しみになりました。楽しみな日のさ前日って寝れないよねマジで。だから今日明日神奈川の公演を見に行く皆さんが今日は眠れなくなるくらい楽しみにしていてください。私の初日は10日なんですけど、この夜もみんな寝れないくらい楽しみにしてください。もう頑張って寝れないくらい楽しみにするけど寝ます。昨日の夜から眠れなかった。本番中はダメだよ寝たら。それまでにちゃんと寝ておくんやね。猫キャットさん卵ありがとうございます。今から動画が楽しみ。私も久しぶりだもん。ニコラスさんかわいいありがとうございます。渋谷を配信にいますよ。あ、そうなんですよ、配信も決まっていますのでぜひ行けないよって方は配信おすすめします。もうないのかなと。配信って東京の会場だけ、ちょっとごめんなさい詳しくわかんないですけどかもしれないのでぜひ見てください。見てください。あ、渋谷のみなんだ。じゃあ本当に見ないと損しちゃうと思います。もう意外と早いですよね。もう終わっちゃうので、早く気づきは早いか。でもそうだよね。もう、ん？うん。もう終わっちゃうよね。いや終わり場所ないけど、もう参加できるかできないか、コンサート見れるか見れないかはもう決まったから多分。あれ？もう決まりましたよね多分。ごめんなさい、いつが当落の日とかちょっと分かんないのであれですけど、なので見に行けないよって方は、そもそもねだから九州の方と関東圏あたりじゃないと遠いもんね結局ね。だからそれこそどこかな、東北の方とか北海道の方、四国の方とかそれこそ海外の方とかはちょっと遠かったりとかすると思うので、行けないよって方はぜひ配信も楽しみに
しててね。ヘアアレンジできる初めてのライブかな。あ、そうだ、そうなんですよ。もう髪型決まってて、お楽しみにというか。すごく楽しみです。私でもやっぱちょっとなんかもうそろそろ緊張しますね。いつもねコンサートの前とかなんかどんだけやっても緊張しちゃうので、不安がなくなるくらい練習しようと思います。真面目か真面目コメントしちゃいました。猫キャットさん、ドラマありがとうございます。うん、でも本当にね練習はねやりすぎるってことがないじゃないですか。多分全部そうだと思うんですよね。例えばテスト勉強とかも、あ、私ちょっとテスト勉強やりすぎたわってこととかないと思うんですよ。やればやるだけいいみたいな感じなので、やって損はないですし、やらないで損することはあるので。なんか言いますよね、やらない後悔よりやって後悔みたいな、そんな感じちょっと違うかな。を目指して頑張りたいと思います。マジみんなね明日のね今頃はね、あーびっくりしたってなってると思います。やっぱりあれだよ、いつもと全く同じ感じってことじゃないじゃないですか。ちょっとさ不思議じゃんHKT のコンサートってちょっと癖があるじゃないですか、やっぱり。だからね楽しめると思います。はい、来ました、スペシャルゲストって誰出るの。普通に公演とかとはちょっと違うよっていう、びっくり、なんびっくりじゃなくてなんて言うんだっけ、そういうなんかびっくりじゃない、なんて言うんだっけ、なんか満足みたいな。え、みんなさなんかさコンサートとか行った後ってさしばらくなんかボーってしちゃわないですか。それが痛かった、なんて言うんだっけ、放心状態みたいな感じにならない？私だけなのかな？私結構自分の好きなあのコンサートとか行った後ってはぁーってなっちゃうんですよね、終わった後。なんでうちばなに正面向いてるの？知らんよそんなんそんなん知らんよ、そんな私が選んだんじゃないからわかんないもんね。ニコラスさん、クマさん、ありがとうございます。あれがクマです。パンケーキさん、お疲れ、ありがとうございます。愛知は4曲目は骨骨ワルツって教えてくれたよ。じゃあアリに聞けばいいんじゃない。私は言わないよっていうだけであって、だったらアリに聞けばいいんじゃないですか。パンケーキさん、タコさん、ありがとうございます。猫キャットさん、ハートありがとうございます。照明写真買ってって思っとる。確かにちょっと私にもさ、このくらいは分かんないんですけど、あれが一番可愛かったんじゃないですかね。すみません、私にはちょっとわからないのです。みんな正面向いてんの？わかんないんだよね。なんか前髪薄いんだよね、あの日なんか私日々前髪が薄くなってて、今すごい量増やしたんだけど、これも多分明日になったらだいぶ減ってる気がする。めっちゃ増やしました、量。でも前髪の量増やすと難しいんですよね。ニシプーさん、クマさん、ありがとうございます。ありがクマです、ありがとう。
えよ熊本さん、卵ありがとうございます。何何と思った。何なんかなりました。猫キャットさんハートありがとうございます。びっくりした。バイキンマンさんもハートありがとうございます。なんか変なことしちゃったのかな、わかんないねちょっと。あなんか結構緩かったし大丈夫だと思いますけど、冷蔵庫はキーパーとかかな。うちの冷蔵庫開けたものとかと思った。多分そうだよね、冷蔵庫だよねきっと。私に聞かれても私がしたんじゃないからわかんないですけど、まあ音的に冷蔵庫っぽくなんですけど、マジで作業効率上がるとか言うじゃないですか。それを理由に272日です。ありがとうございます。えい、寝る子は育つ。160センチなれるかな身長。あと2センチなんだよね、なりたいんですよ本当に。もうねみんながさ、この誕生日だったから何が欲しいって結構聞いてくれる方多かったんですけど、私はリアルに身長が欲しい。みんなに言ってもね困らせるだけだから言わんけど、マジ欲しいのは身長です。皆さんぜひ身長をください、私に。猫キャットさん拍手ありがとうございます。ニコラスさんも拍手ありがとうございます。パンケーキさんハートありがとうございます。フランさんも拍手ありがとうございます。伊藤ゴマさんペンライトありがとうございます。そう私ね158センチなんですよね。意外とちっちゃい、いやちっちゃくはない、平均ど真ん中ですよね。リルトさん400回目ありがとうございます。いつも見てくれてありがとうございます。これからも見てね。そうでも昔からじゃ昔はね身長が低いのが好きだったんですよ。で中学校2年生くらいの時は152センチくらいで、私はもう伸びたくないなみたいな話してたら、そっからね1年間で2センチずつくらい伸びちゃって、そして今に至るんですけど、だから HKT 入るちょっと前くらいかな、156センチくらいの時に嫌なんだよねみたいな、私もう身長伸びてほしくないのみたいな話してて、なんかモテるんだって156とか7とか8とかが、だからモテるからいいじゃんみたいなこと言われて、その時はみんなに出なかったけど、その話してたお友達にはもう HKT の私受けてる途中だったから、いやモテてもってめっちゃ思った記憶ある。
遅いかなと思って、もうもういらんかなって。あ、待って、これさ見えないんだよね結局。私いけたかな、いけたことを信じます。ゆたさんバラありがとうございます。ニコラさん銀の卵ありがとうございます。そう、もうさ遅いやん別にと思って。でもさその子は知らないからさ、あの HKT 受けてること、普通にね一般的な感性として言ってくれたんだけど、すごくね気まずかった。待って、これニコラだったらどうなると、待っていつ終わったのか分かんないんだけどもう終わっとるよさすがに。マジ見えない、勘でやってるから。ほんとマジはずれてたりとかさ、全然トンチンカンなことしたらごめんねほんとに。我らにモテてるよ。でもみんなからモテるのって身長関係なくない多分。猫キャットさんどれもありがとうございます。パンケーキさん銀の卵ありがとうございます。ニコもありがとう。取れたかなちゃんと、私不安です、あたい不安。博多弁出てました今、やっちまった。また本当にね結構ショールームは敬語のことが多いからまだマシなんですけど、メンバーと話すときマジで本当に本当に私いつから博多の女でしたっけってくらい本当に博多の女になっちまってますね。染まってます、染まりやすい博多に染まってお家帰りたいと思います、いつか帰省するとき。ねえでもなんかモテやすい身長って不思議じゃない？身長でさモテるモテないって決まるんかいな、どうなんだろう。私背ちっちゃい女の子も好きだ、背高い女の子も好きだけどな。でもさ人それぞれタイプあるからあれだよね。すごいな、なんか私画質ガサガサやないかやって大丈夫かな、すごいなんか荒ぶってるんだけど私の画面。なんかやっぱ私の iPad がおかしいのかな、頑張ってくれ。もう何年も私が落としたり充電しながら使ったりとかしてるから疲れ切ってしまっているんだねきっと。ごめんね、もうこっち来てからずっと酷使してるから本当に。私のねタブレットちゃんはもう本当に本当にブラック企業です我が家は。ごめんなさい、ごめんね、謝っとこ。よしよしマジブラック企業、だと思うブラック企業だと思う、私の家の電化製品たちは。ごめんね。でもさそう考えたらすごいよね、休みなしでさめちゃくちゃさやってくれてるじゃないですか。マジでごめんなの、悪いとは思ってるのよ。思ってはいるんだけどね。今日ちょっと早めだね。この間さご飯食べてたらペラペラペラ男が流れてきた、はっってなって、
57さん100回目の配信来てくれてありがとうございます。たくさん見てくれてありがとう。そうお店でね流れてきて、オレンジ以来だから2、3ヶ月ぶりくらい聞いた。いやもっと昔か、最後がハルタンさんの卒業発表だったからまあ3ヶ月ぶりくらいに聞いてってなりました。もうねもう全てを思い出してしまってはぁってなりながら、本当に踊ってよって言われたけども記憶から消しちゃってました。マジでソロの歌割りのとこ5000回くらい歌ったなんかもうやりすぎて練習のしすぎでめっちゃねもうトラウマになるくらい聞きましたし、 V も見たし踊りました。しんじいちゃんさん100回目ありがとうございます。たくさん見てくれてありがとうございます。今なんか言いたいことあったのに忘れちゃった。なんだっけ、あ、そう、私あんまり自分の笑った顔好きじゃないタイプの方の人で、だからあの私チャームポイント笑顔って書いてるんですよね多分。でもなくてチャームポイント当時もう全く思いつかなくて、あのプロフィールを書いた時で、あの妥協の笑顔なんですよ。キモいなって思っちゃう。やっぱさ顔崩れるから笑うと、なんでめっちゃ笑うの好きじゃなくて基本的に、できることなら真顔の方がいいんですよね私。それはそれでどうなんて感じだけど、だからその、まあ、めっちゃ映るじゃないですかセンターって。やっぱ結構ペラオってまあどちらかというとニコニコで、だからめっちゃね笑顔嫌でした最初笑うの。でもなんか細工に見えてるのであって、多分他人から見たら混んでやってます最近。みんなもこの手法を取った方がいいです。おすすめです。最近のさレインボーはままだの見たくないし取り散りたくない人がいると思う。嬉しいです。そう人によるよね好き嫌い。でも多分自分の笑った顔が好きって人もいるんですよ。から見たら全員の笑顔って可愛いからさ、きっとさちょっと可愛いんだろうなって思っとる。もう私も昔なんか自分でめっちゃ可愛いなみたいなこと思ってる時期あったんですよ
HKT 入る前やけど、なんか私ってまあさ、ちょっと自分に自信がないと受けないよねオーディションなんか普通。まあだからさ、やったんですけど、やっぱあの HKT ってみんな可愛いじゃないですか。可愛いし綺麗だし、その中にいるとなんか口が裂けても自分可愛いって思わなくに思わなくなるわ。変わりましたね。昔の私おもろいです。自信持っちゃってますね完全に。でも今見たらマジでブサイク昔。やっぱさ今の方がマシなんですよね。だからさ昔の私なんでこれでいけてると思ったやろってめっちゃ思う。変やし、なんか変だもん昔の私は。本当なんかあるよね昔の変なこだわり、マジ理解できないけど。前髪とかめっちゃキモかったな。なんかなんでそれでいけてると思ったってマジで聞きたい。いくらいい変なのに自信持ってて、まあそれはそれで可愛いなと思います。ヘタッピーさん可愛い、ありがとうございます。そうおもろいよね昔の自分って。やっぱ面白いな、ちょっと変わってるなと思う。だって学校の文化祭で大声ダイヤモンド踊ったんだよ。だいぶ自信持ってるよね。自信ないでできませんそんなこと。昔の私マジおもろ。佐世保のてっちゃんさん、タコさんありがとうございます。マジでおもろい。その動画が今はどこにあんのかな、わかんないけど多分どっかにあったんですけど、それ見てめっちゃ面白くて、もうへったくそなわけ、しちゃかちゃのダンスが本当に。でなんか頑張ったんだなって思います今。それは今も同じだと思う。そうかな。ちょっと違うよ、あれは好きでやってるから、ね、今も別に好きでやってるんですけど、もう全部自分の選択じゃないですか昔って。ちょっと違うね、やっぱり責任ないしね。昔うまく踊んなきゃいけないとか思ってなかったし、今はやっぱりちゃんと人に見せるもの、人が見ていられるものを目指さないといけないから、プレッシャーとかあるし、お気楽のお天気やっほーって感じではない。昔はもうわーんってうちらは楽しければいいねみたいな感じだったけど、そこが違うとこだよね、責任みたいな。大阪のターソンさん卵ありがとうございます。だからねみんなもね、自信を持ってくださいね。大事だよね多分自信って。自信ないなってバレるじゃん、見てて気づくよね、あこの人って自信ないよねみたいな。だから頑張ります。ニコラスさんかわいい、ありがとうございます。写真会でさ猫のポーズしてくださいって言われたから猫のポーズしたの。なんかかと思ったの、猫のポーズしたらさ猫じゃないですって怒られた。猫だもんと思って、それは違うって怒られました。おもろい。大阪のターさんさんタコありがとうございます。でも確かに写真で見たらなんかちょっと違った。変なポーズ出した。ちょっと確かに言われてみたら違うかもって思ったけど、でも猫だもんと思って、
結構ねポーズね猫多かったですね。猫のポーズしましょうって人が、うん、多かったですね。あとハート作ろうとかが多かったかな。あと無難にピースで、2日目はマリアの衣装着てたからマリアのポーズしようとかありましたね。そう、でもやっぱりみんなねステージ衣装の方がいいみたいでね、ステージ衣装の時たくさん皆さんが来てくださって私は嬉しかったですよ。どうもありがとう、皆さんたくさん来てくれてね。東京でもねあるので楽しみだな。私結構制服好きなんですよね。でもさ、もう日常生活で着る機会がないというか、なんかイベントだよねでしか着なくなっちゃったから、やっぱりもう1年経ったしね、学生じゃなくなってから1年の使い方気持ち悪い、うざ1年経ったからもうマジ着ないけど、私はねほんと制服ユニバーとか制服ディズニーとか夢だった。だからそういうのしたいからとね、さすがにね。でも別にいつまで来てもいいと思うんですよ、服なんて自由だしさ。くて早く行きたいです、制服ディズニー。次行くときは絶対制服、秋とかブレザーで過ごせるくらいの時期が一番いいと思うのでそれ目指していきたいですね。コスプレ、あ、なんだ、どういうこと、制服はコスプレだよね、プークスクスってことですかあなただってそうなんじゃないの、知らないけど何歳なのか。大阪のターさんさん、花冠ありがとうございます。別にねどうでもいいよね、好きな服着ればいいんじゃないですか、迷惑かけないんだったらって私は思います。そのことに対してね、なんか言われてもね、気にしなくていいんですよ。そう、なんかみんなもさ、なんか知らんけど、なんか最近ツイッターとか見てるとさ、ないよ普通にトレンドとかから見てて、見てると、それに対してさ、私が言いたいのはさ、もうさ、まあ、できる人できない。私的にマジでさ、その人だと思うの、私は。家族とかにね言われたらちょっとあってなるけどさ、クラスの人とか新しい会社の人とかになんか私の人生に、まあまあそれだけの人だったってことだよね、出会うこともほぼないわけよ。それこそ6期生の方とかだとね、そういうのねあんま言わなくなるじゃん。だからね全然はっないから気になっちゃうのかな。ありがとうございます。平和が一番だよ。そんな時こそアイドルです。確かに元気がないと大阪のターさんさん、いいねありがとうございます。
私もさ、みんながさ元気くれるからさ。あの皆さんもね元気くれるから私に。私本当に夜になったらお腹減るタイプ。なんかさ、私本当に本当にマジ朝食べなくていいから夜にさ5倍くらい食べたいタイプの人なの。伝わりますか？もうさ、夜ってお腹減らない？私夜の方が全然お腹減る。私もう本当にマジでさ全然全然いくらでもいけると思うの、夜だったら。あと甘いもの食べたくなる、夜になったら。もうマジ元気、お腹減ってきた。だからもう深夜になると。本当に仲間いっぱいいて嬉しいわ。これくらいの時間一番お腹減るよな。頑張ってこう。なんでだろう。でもさ、ご飯食べてもさもう使わんやん、体力使わないじゃん夜って。何もしない、何もしない、マジで動いてないから。お風呂入って布団入るやん、もうそっからもうずーっとマジで体力使わないわけ。なんか夜にお散歩とかしないの。そういうことないよな、そもそも夜って暗いし、そうで出らんし、何もやってないし、テレビもやってないし。だからまず食べても別に意味ないしさ、お腹いっぱいになってもさお腹そこから減ってこないわけよ。意味ないよね、食べても。でもさ寝たらさお腹減るよね。なんか睡眠って体力使うんやなと思った。夜ご飯とかさ食べ過ぎてさ終わったわと思ってもさ、朝起きたらお腹減ってんだもん。不思議です。でもなんか夜ご飯食べ損ねてさ朝起きるとさ、めちゃくちゃお腹減って起きるときちょっと気持ちよくない？それ朝起きてめっちゃお腹空いてるときなんか、おーなんかいいなって思う変かな。でもなんかお腹減ってお腹減ってを超えたらさお腹減らなくなっちゃうね。次ドタバタしてて本当にお昼ご飯食べるタイミングないわみたいな日とかさあるの。やっぱりドタバタしちゃうとさ、そういう時あるけど、そういう日って逆にお腹減らないんだよね。でもね、夜なるやん、10時くらいなるやん、めっちゃお腹すくん突然。さっきまでの全然お腹減ってないわ今日みたいのが嘘かのようにもうお腹がペコペコになるわけ。食べてないからもうそこから無限よ、もう無限胃袋の出来上がりです。でもなんか忙しくてさご飯食べなくなりますみたいな人いるじゃないですか。マジでない。いや忙しくてもご飯を食べるみたいな食い意地張ってんの私って。マジでね、本当にね、もう一番大事、人生でご飯が。いつからかな、昔はこんなんじゃなかったんだけどね。成長期かな。眠くなるし、お腹も減るし、成長期かもやっぱり。私期待しようと思います。でも最近測ってないな、身長とか。測る機会ないよねあんまり。買いたいな。いやー160センチ欲しい。
なんかね、アイドルになってから変わった。欲しいな。ねね、足の長さもうね、座高はいらない。足が2センチ伸びてほしいです。お願いします。よろしくお願いします。え、ああ花粉もひどいね。私ね、急くしゃみ止まんなかった。マジでずっと本当に街中でめちゃくちゃくしゃみしちゃって超恥ずかしかった。何入ったのか、いててててて、何、いててててて、あ、痛かった。目に顔だけ入った。めっちゃ痛い。本当に花粉症、マジ花粉症ですね。今年本当に1回ターンで、でも ボーリングってさ、3回くらいまでしかストライク連続で出なくない？くしゃみ。まあ実際のボーリングを私全部があったんですけど、ゲームのね、ゲームしたい。昨日も言ったこの話、止まってゲームする時間ないんだよねって話。だから最近ゲーム実況見ちゃうんですよね。私もうゲーム実況見てやった気になってるっていうか、そういうとこある。みんなだったら自分ですればよくないね。でも一緒にやる人いないんだよ。ゲーム友達って多いって聞きますよね。今ってさ、やっぱり ゲームをしてる人が職場とかにいて仲良くなるとか多いんだってよ。すごいね。じゃあ私絶対仲良くなれないと思って、私ゲームしてない。いいなって思いつつ、羨ましいななんて思いつつ、でもオンラインゲームっていうんですか、そういうみんなで一緒にやるやつみたいな、そういう系マジでやんないから友達的に良さそうだなと思いました。エミリーさんとかゲームしてるイメージいいよね。エミリーさんってさ、すごくさ綺麗じゃないですか。めっちゃ美人ね。結構ちゃんとガチの方のゲームやってる人ってなんかギャップみたいな、それはさすがにキュンとき。
タッピさん、花か。くまさん、ありがとうございます。ありがとう。流行ってんね、マジで。やっぱこの HKT アバターのガチャをしたいからなんだよね、みんな。推しメンが。ニコラスさん、ハートありがとうございます。これ可愛いよね、登りなの可愛いよね。とても素敵だと思います。なんとなんとお腹が鳴ってしまいました。嘘でしょ、恥ずかしい。ニコラさん、ハートありがとうございます。あおいちゃんさん、ハートだるまありがとうございます。ご飯の話したからお腹が鳴ってしまいました。ガビーン、ショック。とってもガビーンです。チェンさん、タコさん、ありがとうございます。コパしたいよ。聞こえなかった、言わなきゃよかった。全部言っちゃう、私さ、なんかさ、全部言っちゃうんだよね。あ、なんとかしたいとか、なんとか食べたい、なんとか欲しい、なんとかするとか、お腹鳴ったとか、全部さ口から出ちゃうの、言わなきゃいいのに。本当に嫌な。びっくりした時もさ、わあびっくりしたとか全部言っちゃう。本当に恥ずかしい。レオくん、元さん、タコありがとうございます。ドアさん、かわいい、ありがとうございます。あとくしゃみするときもさ、くしゃみっつってからくしゃみしちゃいますね。そういうとこある。もうね、いっちゃいますね。なんか口からわーって出ちゃう。なんか電話とかしてももうすぐ「あ、なんとか食べたい」とか言っちゃうんだけど、でも「なんとか食べたい」って言う瞬間じゃ、中には別のもの食べたいって言って、今何とか食べたいって言ってもね、食べたい、お肉食べたい、お寿司食べたいみたいな、全部今なんか適当に言ったけど、なんか言いたいだけなんだよね、適当に。なんか適当なんだと思う、私って。本当によくないよね、真面目にちゃんとできないとダメだと思うんだけど、マジで適当、全部普段。なんかショールームとかはさすがに生配信だからちゃんと一応頑張ってこう気をつけてセーブしてるけど、電話してるときは本当に私喋ること、なんとか食べたい、なんとかしたい、どこそこ行きたい、あれしたい、これしたいみたいなとか、え、嘘やんとか、マジか、とか、そんなーとか、え、嘘でしょみたいな、全部全部口から出てくる。そう、最初はえ、何みたいな感じになるんだけど、みんなもうね慣れて、私がマジとか言っても全員無視、全然誰も気づいてるのかもしれないけど、誰も何も聞いてくんない。昔はね、私がえとか言うと、え、何何どうしたのみたいなこと言われて、え、なんとかがさーとか言って、
私の好きなお店なんか新作出したんだけどとか言ってたんだけど、最近私がうっさマジとかやばいんだけどとか言っても誰も何も反応してくんない。慣れちゃったみたい、私のそれに。大阪のターソンさん、ハートありがとうございます。昔は反応してくれてたのにみんな。そう、絶対できないと思う。でもゲーム実況者さんって結構雑談とかが面白い方が多いよね、ゲーム中の。あと私怒ってる、いつもゲームするとき、こっち来ないでって言ったじゃんとかなんでこんなことすんのとかすごい文句言っちゃいますね。よくないよね、なんか怒っちゃう、すぐじっとしてよとかなんで動くのとかめっちゃ言っちゃいますね。怖い系のゲームだと特に怒っちゃう、めっちゃ一人で怒って一人でびっくりして一人で騒いで、だってさ別に誰も気になるのにさ、なんかさ例えばそれこそゲーム実況とか配信とかだったら私がこうリアクションするのもまあコンテンツの一部っていうかパフォーマンスの一部になるけどさ、一人の部屋で私が一人で嘘を見ながら誰もいなくて誰も見てないのに言ってんのはちょっとやばいよね今冷静に考えたら恥ずかしくなってきた。もうでも誰も見てないからいいんだけどさ、ね、あとアニメとか怖い話とか見てる時とかもめっちゃ言っちゃうとかめっちゃ言っちゃう、一人で。それも全部一人だ、独り言多いんだよね私、恥ずかしい。なんかさでご飯食べてるとかそのシーンとかの時めっちゃ怒ってるもんね、いないじゃん一人みたいな、やば電話してよとかめっちゃ言っちゃうし、そのなんか隠れてる中身見ろみたいなことを突っ込んじゃいますね。本当について考えてみたらめっちゃ言っちゃいます。恥ずかしい、あんまり言わないようにうんしようと思う。もうようにします。やだ、プリプリしてもいいことないけんね、落ち着いていきたいと思います。佐藤伊沢さん、タコありがとうございます。嘘つけない、嘘つけない、なんか私嘘つくときニヤニヤしちゃう、でもくだんな嘘とかつきますいつもメンバーとかに。で、絶対嘘でしょって言っても、いや本当だってって言って、えマジでって言って、いや嘘って言って誰がらみしちゃう、本当に。だからね、でも言い張ると結構みんな信じてくるんですよ後半。え絶対嘘でしょって言われても、いやマジマジマジだって、え何信じてくんないのとか言って、え本当に言ってるってこと言って、うん全然嘘誰がらみ女なの本当に。でもね、私が多分一番信じちゃう、嘘マジでみたいな、すぐ信じちゃうそうだからなんか私誰かに嘘つかれてもめっちゃ信じ込んでしまうね、そういうところあるね。そう友達とかに
もう中くだんの嘘とか使えても「えそうなんだ」とか言って「嘘だよ」って言われたら「何やねん」ってなるけど自分もする嫌なやつだからね。私の周りの人はね、なんかスルースキルがどんどん上がってって悲しいです。昔はみんなびっくりしたり信じてくれたりしたのに、もう誰も信じてくれません。私の嘘ガビーン。みんな私のこと無視するし、喋ってるからね、基本的に私しか喋んないんですよ。聞いてる？聞いてる？聞いてる？って言わないと、あ聞いてるよって返ってこない返事。ショックなんですが、もうみんなもっとね反応してほしいよ。いつも電話するメンツのみんな、私のくだんない話にもちゃんとうんうんって返事してね、お願いしますおもろ。あ1時間たったかな、13位佐藤さんありがとうございます。12位東駒さんありがとうございます。11位ダーさんありがとうございます。10位チェンさんありがとうございます。9位ルイスさんありがとうございます。8位佐世保のてっちゃんさんありがとうございます。7位ヘタピさんありがとうございます。6位ゆかりんさんありがとうございます。5位孔明さんありがとうございます。4位にしぷーさんありがとうございます。3位大阪のたーさんさんありがとうございます。2位ニコラスさんありがとうございます。1位ネコキャットさんありがとうございます。イエーイ、皆さんありがとうございます。皆さん明日のツアー行かれる方は楽しんでください。もう終わるの？いや1時間話したら長いよ、だいぶ長かったよ今日はさあ明日行かれる方は楽しんでください。お家に帰るまでがコンサートだからね、ちゃんと気をつけて、楽しいからって。終わった後になんかどんじゃん騒ぎとか、お家に帰るまでしちゃダメだよちゃんと。それでは皆さんまた明日お会いしましょう。バイバーイ。見てくれてありがとうございました。おやすみなさーい。